石原リサーチです。今日のテーマは東芝の分社で日本企業の改革は進むのかになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。海外投資家が日本企業にコーポレートガバナンスの改革を求めています。日本は改革は進みますか。はい、あのこれから進んでいくと思いますね。でその前に、過去、まあ、数十年の歴史を振り返ってみたいと思うんですけれども。 アメリカはですね、まあ鉄鋼生産という言葉通り、えー、企業やあるいは産業のですね、えー、担い手がどんどん変わってきたんですね。まあちょっと前を振り返りますと、今からまあ百年近く前までのですねアメリカ経済のリード役は鉄道と石炭だったんですよね。えー、それがまあその後自動車が出てきて、そして鉄鋼がまあ非常に大きな流行を迎え、鉄鋼自動車 あるいはその自動車が使う石油の時代になりましたねそれも今から考えればもう7 80年前の話ですその後電気通信が出てきてそしてコンピューターが出てきてさらにはソフトウェアが出てきてそして今日いよいよそれらの古い企業を全部押しのけて産業の周囲の座にはインターネットプラットフォーマーが座ってるんですねこのようにに急速にですね。 産業の担い手が変わり、国を引っ張ってるですね。企業も変わってきた。これがアメリカですね。まあ、それに対して日本はというと、過去まあ、数十年振り返って、ほとんど日本をリードする企業も産業もあまり変わってこなかったんですね。まあ、その証拠に例えば経団連だとか経済どういうかという経済団体のですね。まあ、幹部の顔ぶれを見ると、ほとんど銀行だとか電力だとか。 あるいは大手の、まあ、化学会社だとか鉄鋼会社といったですね古い、まあ、産業の代表者が依然として名を連ねているわけですねでそれらの代表者は、まあ、政府のさまざまな経済委員会の諮問委員となって政策にも影響を及ぼしてますよねつまり日本の場合には依然として古い企業が、まあ、経済の主役になり、まあ、政策のアドバイザーを務めているこの点にですね 日本とアメリカの大きな違いはあると思うんですけれども、まあ、このような日本ももうこれではやっていけないと変わるべきだと、まあ、いうように、まあ、今、世論があるいはさまざまな動きが変わりつつあると思いますね。もっともアメリカにおいても改革を成し遂げ時代に合ったビジネスモデルを確立した企業とそれができていない負け組とがあるんですね。はい。 くしくも東芝が企業3分割の方針を発表したその日にアメリカでは GE の企業分割が発表されましたねねそうです、ねあのーまあ、あ日本だけが改革が成し遂げられず企業が成長力を失っているかというとそうではなくてやはりアメリカにだって負け、まあ、組みはあるわけですね負け組みといっても未来永劫に負けるというよりは、まあ、現時点で負けているという意味です まあ、こちらにありますちょっとグラフをご覧いただきたいんですけれどもこれはまあ数日前のファイナンシャル・タイムズの記事で報道されたものですがここにありますこの青いのがですね GM の株価ですそしてこの赤が SP500 のです、ねまあ、株価水位を示しています、えー、まあご覧のように2000年ぐらいまではですね GE はアメリカの中でも最も優れた、まあ、アメリカの経済を引っ張っている企業だったんですね。 まあ、GE というのは言うまでもなくアメリカ資本主義をもたらしたエジソンが作った会社ですから、まあ、伝統もあるし現時点においても圧倒的に強いというのが今からですね、まあ、20年前までの、GE、の立場だったんですところがその後急激な技術革新と産業変革によって、まあ、GM の立場がどん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 こう弱くなりそして今では GM は 会社,が分会社の分割が必要だというほどに、まあ、衰弱してしまった、まあ、こういうことがアメリカで起こりました、まあ、日本でもですね、まあ、同じような変化は起こってるんですね、まあ、ちょっと櫻井さんが触れました、まあ、東芝のですね、まあ、企業分割なんですけれども、まあ、ここにありますのは東芝の株価とそして企業改革の成功例といわれるソニーのまあ株価の 過去、まあ、8年間の推移なんですけれどもなんと、まあ、ソニーはこの間株価が8倍になったんですねところが改革に、まあ、頓挫していた東芝は全く株価が変化しなかったということで8倍の株価の差をつけられたつまり日本においてもアメリカにおいても勝ち組と負け組が存在しているわけですね。で日本の大きな特徴は主流が やはり幕組なんですよね。あるいはまだ改革を成し遂げていない企業がまだ財界の主流になっているとアメリカは負け気はもうはるかむ昔にです、ね、表舞台から退いているとこの違いに日本とアメリカの大きな差はあると思いますね。世界有数の技術力を持つ東芝が分割されるということは日本の損失という見方がありますね。確かに。 まあ東芝というのはですね、まあかつてのまあ電球から。今日のまあさまざまな半導体。あるいはその先のですね。量子コンピューターなど。まあ技術の宝庫と言っていいほどの貢献を。まあこれまで日本経済に果たしてきたわけですね。その東芝がまあ分割されると。ズタズタにされると。まあこれは国の損失だ。というようにですね。まあ。 感じる人々ははは多いいいいと思いますすそういう面はもちろんん否定でできないんですねしかしこのままでいいのかとなるとそれほどの素晴らしい技術を持っている東芝がますます衰弱していってしまうそして技術も失われていくという心配もありますからここのまままでいいといいいとととうにはならなら思います重要なことは東芝だけではなくて日本企業全体がですね東芝と同じような病にかかっているということなんですね。 まあちょっと振り返ると今から、ま、あ20年前は日本は世界の半導体王国だったわけですよねで世界のハイテクの技術はすべて日本に集中していたという時期もありましたしかし、まあ、20年経って、まあ、振り返ってみると日本にもう半導体の技術者はいないと TSMC が日本に工場を作るにも台湾から技術者を連れてこなければいけないというふうに言われるまでに日本はう落ちぶれつつあるわけですね でこのような日本だからダメなんだということで株式市場でも日本株の評価は非常に低いんです、まあ、端的に言うと日本はです、ね、あえて言えばガバナンスディスカウントというような、まあ、値引き状態にあると言っていいと思うんですねそれはどういうことかというと日本企業は変われないとしたがって、まあ、あのどんどん、まあ、これから株主の財産を食い潰していくしかないので、まあ、自己資本に対する株価が低いのは当たり前だと。 まあいうことで世界の他の国に比べて日本の株式のバリエーションが低いわけですね。でこのようなガバナンスディスカウントつまり改革できないから割安でいいんだ、まあ、このまあ日本の状態をですね、まあ、この東芝のまあ改革あるいは分社化が変えてくれるのではないかという期待があるんだろうと思います。今回東芝がこのの三分分割割、まあ、企業分割のプランを まああの公表した時もですね、株式市場はまあむしろそれをポジティブに受け止め、全体として株が下が下がらなかったということがあったと言っていいと思うんですよね。東芝の改革はどうして日本に変化をもたらす引き金になりますか。はい、えそれは大きく二つの理由があると思うんですよね。まあ一つはまああ先ほど G でもご説明をした通りですね。まあどのような立派な企業であっても 今までのままでは、新しい競争には勝てないという現実があると思います。まあ急速なデジタル化の進展、ネットワーク化ということによって、我々もま会社に行かずにですね、まあ、仕事ができたり、あるいは遠隔地で会員ができたり、さまざ、あ、まなことが可能になりましたね。したがってビジネスのやり方も変わってますし、人々のライフスタイルも変わっている。そういう状況の下で、前と同じことをやっていたら、必ず競争に負けるというのは、 今や明らかですねそのような現実が明らかになってきたということでですねもう一気に改革という流れが、まあ、盛り上がっているということがありますね。